あいつに何かあったみたいだね。全然答えないぜ。この前つけといた胃のトラックをチェックしようか。当たり前だぜ、バーカ。こういう時のためにつけたんじゃないのか？ちょっと待ってよ。あ、いた。アルカトラズだ。電話をしてみないか？いいよ。はい、もしもし、アクチャンソです。こんにちは、ヴィンセントと申します。デンプシーというやつ知ってますか？保釈してもらってもいいですか？そうね、そうね。保護者ですか？いえ、そうじゃないです。そうか、そうか。それでは無理です。じゃあ、ちょっとデムシーと話してもいいですか？お願いします。大事な友達です。本当か？ちょっと待って。15分しかないから、早く話してください。おい、君。ありがとう。はい、もしもし。今回、脱税しようとしたか。あと、今日戻らなかったら、冷蔵庫の中で廃校しているお前のニンニクが爆発するかもって。仕方ないな。じゃあ、逃がす方法を見つけるけど、絶対お前はまた俺らに借りができたんだぜ。なんで？王様はお前のバストだぞ。もうそう。おい、君、時間が切れたよ。わかったわかった。マリン、モペットでアルカトラズまで何分かかるの？ちょっと待ってよ。あった。なんで？待って、お前ら誰だ？お前の。10分？わかった。ボス、もう少し待ってね。なんで？アルカトラズでも10分未満で簡単でできるだろう。どうやって？いつもの計画？なんかつまらないけど。これはボスだぞ。今回はもっとキラキラなことをしなきゃな。そうだね。ねえ、全部牢獄を爆発すればいいね。楽しそう。いや、全部牢獄を爆破したらボスは死ぬかもしれないよ。壁を登った方がいいよ。ねえ、それはキラキラじゃないよ。わかった。昔のあいつを使おうか。面白そうだもんね。おい、あいつはちょっと危なくない？もしもし、スタンリーさん？ Meanwhile。それから水に塩を入れたらもっと早く沸くよ。いいだろうね。すげえ。それはやったことないね。僕は子供と一緒にやってみたいね。卵は茹で時間がかかるすぎるからね。
でんぷんくん、ありがとう。え、なんで、ちょっと待って。はい、もしもし。おい、何をしたんだ？スタンレー覚えてる？ああ、そうか。残念だね。ケイビンさんはいいやつだったからね。でも、仕方ないね。じゃあ、また。12 seconds later.태여쏘라우플랫토스탠리와도토모고아에네예